はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、ピヤホヤ。コント創造者アルファ、詩人でございます。はい。お、今日はシャウトがない。なぜかと言いますと、寝起きです。おはようございます。はい。というわけでですね、本日の動画はですね、手短に説明させていただきます。2015年の4月6日、もう約今から、1、2、3、4年前に投稿、ニコニコ動画に投稿された動画の再投稿となります。ね、今の俺とね、どれぐらい違うのか、ね、ちょっとみんなに見ていただけたらなと思うので、よろしくお願いします。それでは、早速、参りましょう。どうぞ。シラス。今宵は皆さんの忘れたい中二病黒歴史を掘り返していきたいと思います。ブラックメモリー目覚めよ。授業中に悪の組織が襲来、俺がみんなを救い出す。まずは紅白帽を盾にかぶっていくぞ。必殺ウルトラマフィア。そうさ、俺は目覚めてしまった。青く輝けし空、虚空の眠りから目覚めの時、解き放たれし力よ、今ここに集う。役を早う、お前鬼ね。いけこっちの目だけ色が違って、普通に目に見えないものが見えてしまうんだ。強大な力があるため、この合体で封じてるんだ。ワオ、ただの重剣。頭脳は子供、見た目は大人、それってただの役立たず。甲羅に唐揚げマヨネーズかけたらさ、食って食って食ってデブ食べ過ぎちゃってバンバカバンバンバン。ほいほい、ちょっと食欲の闇におまめて。投薬は見つからない、だいたいどれでもぼたくりだから、もしジジイパピタフォーマーさんやろ。俺、鬼からバットを聞かめて撃った。そうさ、俺は目覚めた。おはよう、強大な力持った。わっしゃい、俺の背後霊。お前の背後霊だろ、誰だろう。正解はこいつだ。オランウータ。お、この前10センチくらいの撃ったよ。10センチくらい撃ったし、僕100センチだし。僕戦俺吹き、チラチラ視線感じてる。あ、すいません。いや、参ったな。街歩いてるだけで女の子に声かけられちゃうよ。なんだい、お嬢さん。服タグついたままですね。ラーメン、つけ麺、僕イケメン、オッケー。俺色から揚げ、そうめあげて。ほいほい、おら、うるさい、静かにしなさい。黙りなさい、黙りなさいって、もうアンパンマン。短すぎちゃってどうしよう。ほいほい、無事サファリパーク。解決策は見当たらない。ほいほい、まともに歌えぬ運命ならば、あの恋する人を見つけた。エターナルフォースブレザー。略してエタコショー。お疲れー、疲れー。やっと休憩だよ。疲れたな。めっちゃ忙しかったもんな。ほんと疲れた。あ、だめだ。このさ、肩のこの部分がさ、めっちゃ、もうあら、危ない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 、どうした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 。危ない、これどうした。疲れるし、痛くなるし、痛くなるんです。そんなことってある。いや、治った治ったの。え、大丈夫、本当に本当だ。疲れてない。ちょっと俺お茶入れて。大丈夫大丈夫。消滅しました。大人になっても中二心は忘れられないものなんです。ほら、今宵もどこかで誰かの左手がうずいてますよ。